はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書1章の内容のテスト対策やっていきます。で、今回はですね、ちょっと変わった問題なんですが、1から6、まあ、番号が振ってある、ここで使われている計算法則の名前を書いてください。だから、こっからここ行くために何法則使ってるかなっていうのが6個あります。なので、まずね、ここで1回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、ちょっとね、確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、自分が全部解説しながら答え書いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でですね、この問題、まあ、こういうタイプの問題っていうのは、結構定期テスト、中間とか期末、範囲に入ってると出されます。まあ、名前書かされるやつですね。ただ、中学校1年生のこの段階で習ってる計算法則って3つしかないんです。それ先に書いちゃいましょう。3つです。まあ、順番なんでもいいんですけど、1つ目がまず交換法則で、ちょっと法則抜きますね。交換法則で、次が結合法則です。結合法則で、もう一個最後が分配法則っていう、この3つだから、今回6個問題ありますけど、どれかが入るだけなんです。3つ覚えておけばね。で、まず名前を覚えるでしょ。で、覚えたら、まずその交換と結合と分配の意味を確認しておくといい。で、交換っていうのはもう言葉の通りだよね。何かを交換するんです。交換で、結合っていうのは、結合って何かがくっつくことを言うんですけど、何かと何かがくっつくことを結合です。まあ、そのイメージで持っといてください。で、分配っていうのは、配るっていう漢字が入っているように、何かを配るんですっていうイメージを持っておくだけで、かなり解きやすい。ここに関、このタイプの問題はね。で、まず1番です。これ173+49+127をするんですけど、別にね、普通にこれ前2つ足し算して、それの答えと127足しても解けるんですよ。解けるんですけど、ちょっと工夫をしましたと。で、49と173の位置が変わってますよね。ここ、順番が。つまり順番を交換してるんで、この1番。こっからここに来るときに使ったのは、交換法則を使ってます。で、ちょっとここだけ法則書きますけど、他抜きますね。ちょっと時間長くなってしまうんで。いいかな？この2つを交換してるから、交換法則。で、次2番。普通は前から計算しますよね。49+173から。でもそうじゃなくって、意図的にわざと後ろから計算するんです。173+127。で、別に頭の中で考えるときは、よし、後ろからやろうって構わないんだけど、それを式に表そうとしたら、後ろを先にやりますってために、カッコをつけるんだよね。カッコの中を先計算するっていうルールがあるから。だから、先にやりますよって、前からじゃなくて先からやりますよっていう。だから、後ろ2つを先にくっつけて計算しましたよって意味で、これ結合法則って言います。2番がね。で、そうすると、173+127が300ぴったりになります。そうしたらさ、49+300って、349って簡単にできるでしょ。つまり、あ、これとこれ300作れるじゃん。じゃあ先にくっつけて計算しちゃおうぜっていう工夫をしてるだけなんです。1番は。で、それを式に具体的に表した時に使ったのが交換法則と結合法則でしたっていう。いいかな。で、この出題のされ方は、まあ、いろんなね、先生のテストを今からみんなにね、写真とか画像を送ってもらったりしてるので、確認すると、こういう風に全部線引いてる先生もいれば、ここ、今ひっくり返したこの一箇所だけ、まあ、一箇所とかこの部分だけ線引いてたり、ここで使ってるの何ですかみたいな。引いてる長さは若干違ったりするんですけど、結構こっちのが多いです。全部引いてあるパターンね。まあ、ただ入れ替わったら交換、くっつけてたら結合って、それだけなので、いいかな？こんな感じでやっていきましょう。で、今回6問ある中で、おそらく3番が一番つまずきやすいです。こん中で言ったら。でも先に答え書いちゃいます。これやってることはですね、まあ、こういう風に計算があった時に、131-31が後ろに入ってるんですよ。で、これって、一瞬ね、この2つをカッコの中でくっつけてるイメージになるでしょ。
だから結合だって行きたくなるんですけど、これ答え分配なんです。分配法則ね。で、これが分配法則の理由は後で言います。全部終わった後にもう一回戻るので、先ちょっと行かせて。で、次です。次は1行目のこれとすごく似てます。ただ何が違うって、足し算だったものが掛け算に変わってる。でも 25×72×4 普通にやったらめんどくさそうだと。でも最初に25と72を入れ替えたんです、ここ。だから使ってるのは掛け算ですけど同じです。交換法則。いいかな。で、入れ替えました。で、 72×25 を先にやるべきなんだけど、そうじゃなくて意図的に後ろを先にやりますと。だからカッコつけました。つまり上と一緒だよね。これは結合法則って言います。で、なんで後ろ先にやるかっていうと、 25×4 って100になるんですよ。100になる。で、この 25×4 が100になるっていうのは、この問題とか関係なしに覚えておくといいです。いや、もちろんね、いや知っとるわそんなのっていう方もいると思いますけど、ぜひね、覚えておくと便利、計算上ね。で、100を作りました。そうすると 72×100 になった。で、何か数字かける100っていうのは0を2個つけるっていうのと同じなので、つまり72に0を2個つけて7200ってやれば、 25×72 なんてやるより簡単に終わるでしょっていう工夫。でも使ってるのはこの2つです。で、ちなみになんですけど、まあ、自分も全部の教科書確認したわけではないので全部がわからないんだけど、これって足し算についてやってるでしょ。だからよくこの交換法則と結合法則、教科書とかに足し算だからね、加法の交換法則、加法の結合法則ってあります。で、これ掛け算なんで、乗法の交換法則、乗法の結合法則って書いてあるんですけど、学校のテストの、学校の先生が作ったテストで見たときに、これをつけなさいっていう先生に出会ったことは今んとこないです。ないんですけど、もしみんなの学校の先生が、いや、これつけろよって、減点するぞみたいな、罰するぞみたいな、言ってくる先生だった場合は必ずつけてください。それでね、減点とか罰くらったらもったいないので、まあ、そこだけちょっと注意をしておいてください。分配はね、名前は別につかないんでいいんですけど。で、ラストですね。で、ラストは 12×-4/3 です。普通に計算するんだったら、カッコの中身計算するから、分数通分して計算すると。まあ、もちろんね、分数が得意な方は楽勝っす、みたいな感じになるかもしれないけど、ちょっとめんどくさいなって時に、12×っていうのを、-1/3に配るんです、それぞれ。こういうイメージ。だから、12×-1 足す 12×3/7 っていう 12× を配ってるの、2個。で、今意図的に配ってるって言葉を使いましたけど、だからこれ分配法則って言います。あ、まあいいか、最後ね。書いてしまった、勢いで。で、なんで、まあ、さっきも分配ありましたけど、こっちのがピンときやすい理由は、配ってるんでね、わかりやすく。で、これね、教科書とかに載ってるのを真似すると、よくね、アルファベットで、A+B×C とか、あとは、アルファベット逆になるかな？わかんないけど、まあ、こういう風に書いてあって、上の場合、まあ、上も下も同じなんだけど、カッコの外にあるこれをそれぞれに配る。だから下だったら、C×A+C×B。C×をこいつとこいつに配ったよって。で、これも ×C をこいつとこいつに配るんで、A×C+、間違えちゃった。B×C になるよって。まあ、後ろからだろうとか前だろうからもう配れるよっていう。だからこれも 12×を配りました。で、それぞれ計算します。掛け算が先だからね。で、これも約分できるからマイナス3。これも約分できるから28になる。で、分数消えたから計算したら楽になりましたよっていう。で、話を戻ります。ここね、3番。これ実は、こっち向きになると分かりやすいんだよね。19×これとこれだったら、結局19×っていうのを
こいつとこいつに配ったのがこれだよね。 19×131 引く 19×31 になってるからね。で、それの逆をやってるので、これは逆でやっても分配法則なんです。くっつけてるように見えるけどね。だからこれの関係をぜひ覚えてください。これはじゃ結構引っかかります。これに関しては3番はね、こっちは外から配りましたって。で、これじゃなんでこんなことしてるかっていうと、19×をこうまとめてね、括弧の中に入れたでしょ。そうするとこの部分が100になるんだよ。131-31 がで100になれば、さっきやったように0、2個つけるだけで済むんで、1900って簡単に計算ができます。だからこういう工夫をしてるんですけど、この3番の部分ね、これとこれがつながってぜひ気づけるようにしてみてください。でもね、大事なのは名前、これ3つしかないんでね、ここをまず覚えておきましょう。では今回は中学校1年生の教科書1章のテスト対策やらせていただきました。で、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、引き続き、テスト対策ね、取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。